新潟食料農業大学は新潟県新潟市北区島見町940に本部を置く日本の私立大学である。2018年に設置された大学の略称は新潟食農大。農業大学としては東京農業大学以来93年ぶりの新設大学である。食料と農業とビジネスを一体的に学ぶことができる新たな食の総合大学として 開学10年後に学生数1000名を目指しており、大学院や環境系コース、落農畜産学科の設置等が計画されている。設置母体の学校法人新潟総合学園は、新潟県内を中心に農業や食品加工業などを含む各種事業を展開する NSG グループの主要法人である。新潟食料農業大学は、 食料と農業に関する産業について他の農業大学では手薄なビジネスの視点を取り入れた実学教育により即戦力人材を排出するべく2018年に開学された設置母体の学校法人新潟総合学園は新潟県内を中心に農業や食品加工業などを含む各種事業を展開する NSG グループの主要法人である 設置時の背景として以下の4点が掲げられている。食料、農業分野が内外を問わず大きく変わろうとしており、輸出促進や6次産業化を通して経済界との連携により、攻めの農林水産業を実現させる後期が訪れている。食と脳に関して自然科学と社会科学の垣根を取り払ったバリアフリー型の研究開発の推進が求められている。 例えば、食料を不足や農耕地の疲弊などの問題は、品種改良や土壌改良といった自然科学的アプローチだけではなく、輸送システム、鮮度の維持など、流通経済に関わる問題への対応も求められている。農場から生産、加工、流通、販売そして食卓までの切れ目のないフードチェーンの構築が課題となっており、一次産業から二次、三次産業に、 至るすべての局面を一貫して学べる環境が求められている。新潟という食料、農業分野に関して個性ある地域において、個性ある地域がそれぞれに特色ある産業を生み出し、発展する、それが日本全体の活性化につながるという方向性を確立することが求められている。上記の背景を考えた場合、新潟県は、 日本有数の農業圏であり、新潟県醸造試験場や、新潟県農業総合研究所といった数々の研究機関を有するとともに、日本を代表する食品メーカーも多数立地している。さらには、新潟キャンパスが位置する新潟市は、国家戦略特区の農業特区に指定されており、地方から農業改革のモデルを全国へと発信する都市に位置づけられている。 そして、体内キャンパスが位置する体内市は、米粉商品の開発に、行政も積極的に取り組むなど、農業や食品加工を軸に据えた、地域活性化に力を入れている。このように、新潟市と体内市は、食料、農業分野において、実学志向の教育を行う環境が整っており、地域社会との連携もしやすい環境にあることから、社会と深く結びついた、 研究成果の発信と人材の排出が可能であると評価され、大学設置が認可され、2018年に開学することになった。見学の精神は自由、多様、創造である。つまりは自己規律に裏打ちされた自由のもと、他者の考え方や行動を尊重する多様性と常に好奇心を持って取り組む創造力を育むことである。その上で、 見学の目的は、生命、環境、社会を科学する心を持ち、食と脳に関する広い知識と技術を身につけ、社会への高い関心を持った人材を育成すると、共に実社会に直結する研究、開発を通じて、地域の発展をリードし、国際社会に貢献することとされている。教育と研究における特色として、大学は下記の古典を挙げている。 2018年に開学、設置経費は44億6000万円。開学と同時に社会連携推進開出し、2022年の大学院設置に合わせて産官学連携センター、リサーチセンターとして、農や食のクラスターの中核的な研究機関となる予定である。さらには、環境系コース、落農畜産学科の設置により、開学10年後に、 学生数千名を目指している。また、獣医学部や水産学部の設置についても調査を進めている。体内キャンパスの図書館棟1階に図書館が設置されている。1階有価面積約495平方メートルの、うち約400平方メートルが図書館として利用され、閲覧席、学習席、グループ学習室、AV 視聴席が整備されている。新潟キャンパスにも、 校舎1階に75.46平方メートルの図書室が設置される。教育面では、農業、食品、消費を一つのフードシステムとして捉えたシームレスな教育体系が特徴である。第1次産業から第2次産業、第3次産業、消費に至るまでの一連の領域、産業を一つのフードシステムとして捉え、シームレスな教育体系を提供している。その上で、 二年次からは、アグリコース、フードコース、ビジネスコースの三コースに分かれ、それぞれ農業生産技術、食品科学、ビジネス、経営をより専門的に学ぶプログラムになっている。さらには、実験、実習や現地調査を課す課題解決型の実践教育も様々に行われる。二年次以降の専門科目群では、 実用性の高い専門知識の習得を目的とした講義科目とともに高い実践力の習得を目的とした実験、実習、演習科目を配置している。1年次と3年次にはインターンシップも行う。これらにより課題解決型の主体的、能動的な学習を促し、実践教育の色合いが強い教育プログラムを構成している。インターンシップ先として、 生産法人、農園施設園芸、植物工場、IT 農業、農業、ベンチャー、グローバル企業、食品製造、加工、販売企業、流通関連企業、農家レストラン、産直施設、外食系企業、行政など、インターンシップ協力企業、機関計158社が登録されている。共通家庭共通過程で、フードチェーンを一体的に学び、 その後、三つのコース過程に分かれ、それぞれに特化した専門性を身につけるカリキュラムが組まれている。例えば一年実習の農学基礎実習では、大学の広大な敷地の内外で、水稲栽培実習、畑作、野菜栽培実習、果樹、火器、施設栽培実習、さらには農産加工実習が行われる。コース過程アグリコースアグリコースは、 栽培科学領域と植物分子化学領域からなる。栽培科学領域では、有機栽培、野菜園芸、施設栽培、土壌、肥料、生物環境について専門的に学び、植物分子化学領域では、病理、微生物、植物整理、育種、遺伝について専門的に学ぶことで、農産物や食品の高付加価値化に資する能力を身につけ、 消費者ニーズによる農業と食料産業を結ぶ新たな需要創出を目指す。ビジネスコースビジネスコースは食産業学領域と経営学領域からなる。食産業学領域では農業ビジネス、量経済学農業村ジネスについて専門的に学び、経営学領域ではビジネスプラン、企業価値、会計、マーケティングなどについて専門的に学ぶことで、 食と脳を一体的に捉えたビジネス展開を行うために必要な知識を習得し、農業生産システムや組織を合理的に運営、管理できる人材を目指す。フードコースフードコースは食品科学領域と食品プロセス領域からなる。食品科学領域では栄養、健康、機能、評価、成分、分析、発酵、微生物について、 専門的に学び、食品プロセス領域では、素材、加工、物性、安造、安全、管理、製造、環境について、専門的に学ぶことで、農産物の生産から、実際の食品の製造までの一連のプロセスを、科学的根拠に基づき切れ目なく捉えることのできる、食品の加工と安造のスペシャリストを目指す。学生専用アパート、ドミトリー・ツツジガオカは、 アパートと大学を結ぶ無料スクールバスが発着する、ほか、Wi-Fi 無料を使い放題、家電付きの部屋が用意されている。特待生制度として、一般入試前期日程を受験し合格したもののうち、成績上位10名について、入学金を含む一年次学生納付金全額を免除している。また、独自の給付型奨学金を給付する、新潟食料農業大学奨学金制度や、 教育ローンの利子相当額を給付する、新潟食料農業大学学士有志奨学金制度も用意されている。新潟キャンパスは、新潟式宅に位置しており、同一法人が運営する新潟医療福祉大学に隣接している。本部機能を有し、産官学連携の拠点を置くとともに、ビジネスコースの教育拠点でもある。体内キャンパスは、 JR 東日本越本線中条駅から北北西へ約5キロメートルの対外市内に位置しており、山、川、平地、海と農林水産業に必要な要素がすべて揃っており、12万平方メートルを超える広大な敷地を有する。主に1.2年時の講義や実習が実施される。例えば、大学の近くの農家補助での水稲栽培実習や、校内の補助での畑作。 野菜栽培実習であったり、校内ビニールハウスや農家補助、施設での果樹、花器、施設栽培実習、さらには校内実験室や外部加工施設での農産加工実習である、図書館構成施設体育施設、ありがとうございます。